実は朝に一杯飲むだけで脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病、一気に解消する飲み物を紹介します。僕が血圧200以上あった時から飲んでいて、脳神経外科で勤めた経験から、 最強のの飲みみ物を紹介ししますのでぜひ参考にしてみてくださいそれではまず、悪玉コレステロールが高くなる原因を紹介をします。厚生労働省の調査から、主に食生活の生活習慣が悪玉コレステロールが高くなる原因とされています。しかし他にも、年齢や性別によって悪玉コレステロールが高くなるケースがあるんです。一つ目、女性の体内成分が変化していること。特に女性は、 40代から悪玉コレステロール値が上昇し、50代を超えてもなお上がってしまう傾向になるということが分かっています。他にも日頃から食事や運動などに注意しているのに、なぜ悪玉コレステロール値だけ高いんだろうと思っている方も多いかもしれません。普段から栄養バランスのいい食事をとっていて、適正体重の方は年齢が関係している可能性があります。2つ目、糖質や 脂質を多く摂取している脂質や糖質が多い食生活をしていると悪玉コレステロール値高くなりやすいと言われています特に油や糖質を多く含む料理をたくさん食べると悪玉コレステロール値高くなると言われています3つ目運動量が不足している運動不足やそれに伴う肥満も悪玉コレステロール値を上昇させる原因と言われています例えば1日30分以上の有酸素 運動が週3回以下の場合は1日の運動量が不足していると言われていますそのため悪玉コレステロール値を下げるには脂質や糖質を取りすぎないバランスの良い,い食事や適度な運動が重要となってくるんですただ食事の仕方や運動を間違えてしまうと逆に悪玉コレステロールを上げることになるんですこれは悪玉コレステロールについて詳しく知らないから頑張りすぎ いて逆効果になってしまうこともあるんですなのでここからは悪玉コレステロールについてわかりやすくお話をしていきます僕たちの血管というのはホースで考えるとわかりやすいんです僕たちの血管はホースのように全身に張り巡らされていますから栄養素を運ぶ役割をしていますそしてホースの中を流れるお水は血液と同じなので僕たちが生きていく上で欠かせない酸素 や栄養素を全身に届けるのが血液となってきます例えばこの時にホースの中を流れる水がドロドロだったり蛇口から出る水の水圧が低いとホースの先っぽを潰してできるだけ遠くに水を飛ばそうとしていきますよねこれは僕たちの体も同じように血液自体がドロドロだと必要な酸素や栄養素が全身に届かなくなってしまうんですそしてこのコレステロールは僕たちの細胞 や臓器神経を作ったりしているだけではなく肌や髪に潤いを与えたりホルモンの原料ともなっていくんですそれも悪玉コレステロールは名前だけ聞くと悪いような感じがするんですが少なくなりすぎると健康美容を損なうことになりますから適度な量やどんな油を取るのかが重要になってくるんですそれに取る油の量を間違えるとエネルギーが多くなりすぎるためいつ いつでも使えるように脂肪として体に蓄えられたり血液中に多く油が存在すると血管の壁にくっついたりして脂肪肝や中性脂肪の原因になるだけではなく心筋梗塞や脳梗塞の原因となってくるんですなのでここからは絶対に飲んではいけない悪玉コレステロール血圧が上がる飲み物を3つ紹介をしていきます1つ目砂糖が多い飲み物例えば高血圧予防に を意識しししてて生活いいいる方が多いのでではないでしょうか実は最近のデータでは、砂糖の取りすぎが高血圧の原因になるということが分かっているんです。実際に行われた研究では、加糖飲料を毎日摂取していると、中性脂肪が高値になるリスクが53%も高く、悪玉コレスロールが高くなるリスクが98%も高くなっていたということが分かっているんです。二つ目、スポーツドリンク。運動不足は 悪玉コレステロールを増やしてしまいますから運動療法が推奨されているのでスポーツに取り組まれている方も多いと思いますもちろん長時間の運動によって水分補給が必要な場合もあるんですが全ての水分をスポーツドリンクで取ってしまうと血糖値が上がりやすくなってしまうんです実際に行われた研究では女性において清涼飲料水の摂取量が多いグループほど脳梗塞の発症リスクが明らかに高くなるということ 分かっています3つ目野菜ジュース野菜自体は1日 350g 必要というふうに言われているので野菜を先に食べることによって血糖値の上昇が緩やかになるからとベジファーストの方もいらっしゃると思いますただ準備が面倒だったり値段が高かったりするので毎食野菜を取るのはちょっと難しいと野菜ジュースに頼りたくなる気持ちもわかりますただ野菜ジュースの落とし穴として結構糖質が多いものが があったりしますまた野菜と野菜ジュースの違いを考えた時に野菜には繊維質が豊富にあるのに対し野菜ジュースは搾り汁であっても搾りかすはない状態になってきますよね。そうなると野菜に比べ野菜ジュースを飲んでも食後の血糖値の上昇を抑える効果は期待しづらいということになります。なのでこれらの飲み物を極力減らしていくということが大切なんですがではこのコレステロール値ってどれぐらいの 期間で改善していくものなのなか実際に行われた研究ではコレステロール値は運動・生活習慣の改善の行動を続けると3ヶ月で優位な改善が見られたという報告があるぐらいゆっくり継続していくことが大切なんですなのでここからは寝起きに飲むだけで悪玉コレステロールや血圧を下げて血管をツルツルにする飲み物7個をランキング形式で紹介をします血管をツルツルルにする飲み物トップ1000 第7位、お水。水を飲むことで胃腸などの内臓機能を高めることだけではなく、飲んだ直後から全身の血の巡りが良くなっていきます。実際にバーミンガム大学の研究では、すべての食事の30分前に必ず500ミリのお水を飲むと、12週間で体重が4.3キロも減ったよということが分かっているんです。ただ、そんなに水の量飲めないと思いますよね。確かに昔から2リットルと言われているのは、 イギリスだったりヨーロッパの研究によって体の毒素を排出し健康な体を維持するためには1日コップ6杯から8杯程度約2リットルは必要と言われてきたから1日2リットル飲みましょうと言われ続けてきたんですただ最近の研究では少し変わっていてロンドン大学の研究では年齢と性別によって飲む量を分けていて男性ではこれぐらい女性ではこれぐらいと言われていてこの研究研究 結果から1日の水分摂取量は食事からの水分摂取量も考慮してこれぐらいでいいんだよという風に2リットル飲まなくてもいいんです。またイリノイ大学の研究でもいつもの水分摂取量にプラスして230から700ミリリットル水を飲むだけで総摂取カロリー、塩分の摂取量、砂糖の摂取量、コレステロールの摂取量が減ったという風うなことが分かっていますからコップ1杯程度増やせば問題ないということなんです。それに毎 毎日続けるということを考えても、ロンドン大学の研究では、毎朝コップ一杯のお水を飲むといった簡単な行動であっても、習慣化には18日も日数がかかるというふうに言われていますから、まずはお水を飲むところからスタートしてみてください。続いて、血管をツルツルにする飲み物トップ7。第6位、バナナジュース。カリウムが豊富に含まれているため、このカリウムは体の中の塩分を外に出すという働きがあるため、血圧の上 を抑える効果があっってて脳卒中などの生活習慣病予防に役立っていきます実際に2021年日本で行われた研究では高血圧の人を対象にバラナを1日1本4週間継続的に摂取した場合血圧の低下が確認されたということが分かっていますから バナナに飲むヨーグルトと蜂蜜を混ぜて飲んでみてください。これは乳製品に含まれるラクトフェリンは年齢とともに加速する動脈硬化を予防し若返るということが言われていて実際にアメリカで行われた研究では乳製品の摂取量が増えると心筋梗塞のリスクが減ったりさらに週2回以上乳製品を取っている人は心筋梗塞や脳梗塞のリスクが減ったよということがわかっています。また蜂蜜は実際に行われた研究では1ヶ月取り続けただけ で空腹時血糖値値や悪霊コレステロール値を下げたということが分かっていますからぜひ一緒に飲んでみてください続いて血管をツルツルにする飲み物トップ7第5位トマトジュースカリウムが豊富なだけではなく含まれるリコピンには抗酸化作用があってその効力はニンジンに含まれるような β カロテンの2倍以上またナッツなどに含まれる若返りビタミンと言われるビタミン E の約100倍にも匹敵するという風に血管をきれいにする作用があるんです また、トマトにはギャバというアミノ酸の一種も含まれていて、血圧効果作用が期待されるということが分かっています。実際にある医療サイトが医者を対象に行ったアンケート調査によるとですね、お医者さんが健康のために食べている食品第1位がトマトということが分かっていて、実際にケンタッキー大学の研究でも、トマトジュースは血圧を下げて心疾患のリスクを3.3倍も低くするということが分かっていますから、朝に 200ml 程度、 トトマトジュースを飲んでみてください続いて血管をツルツルにする飲み物トップ7第4位酢酢酸は血管を広げるアデノシンに働きかけて血圧の上昇を抑える効果がありますまた近年では血管の細胞に酢酸が作用することで血流がアップするよということも分かっているんです実際に行われた調査では血圧が高めの人に食酢をですね10週間とってもらったところ最高血圧最低血圧が下がったということ がかかっていますからリンゴ酢などのお酢を大さじ1杯程度とってみてください続いて血管をツルツルにする飲み物トップ7第3位オリーブオイルオレイン酸リノール酸といった健康効果が高い脂肪酸が含まれていますそのため動脈硬化や生活習慣病の予防便秘の改善にも効果が期待できると言われているんです 実際に2000年の研究では、高血圧に悩む人にオリーブオイルを摂取してもらったところ、6ヶ月後には大半の人の高血圧の数字が大幅に下がり、そのうち8人は治療薬を止めても OK なレベルまで症状が改善したということが分かっていたり、他の研究でも通常の高血圧治療と並行して、オリーブオイルを加えた食生活をすることによって、血圧の改善が6ヶ月以上も持続したということが分かっています。このオオリーブオイルの摂取 種はケンブリッジ大学の研究で1日大さじ2杯程度までというふうに言われていますからぜひオリーブオイルをサラダだったりとかですねトーストにかけて食べたりとか飲んでみてください続いて血管がツルツルになる飲み物トップ7第2緑茶カテキンががが増えるごとに脂肪燃焼効率が上がっていきます実際に2016年の研究では体脂肪率が31から35%の人がカテキンを摂取したところ12週間で体脂肪が最大 8%も減っったとといいうことが分かっているんですそれもこの研究の中ではカロリー制限を一切してないということなんですね。また他の研究においても緑茶を1日5杯以上摂取した人は心筋梗塞や脳卒中のリスクが大幅に下がっていたということが分かっていますからこれらの研究の中では緑茶を1日ペットボトル1本飲めば間に合う量となってきますからぜひ隙間時間に飲んでみてください。続いて血管をツルツルにする飲み物トップ7第 1コーヒーヒスストレスホルモンをを下下げげて血圧るることができるんできんす実際にオハイオ州立大学の研究では、ストレスが多い人ほど体脂肪がつきやすくなっていたということが分かっていて、具体的には1日に104キロカロリーほど基礎代謝が落ちて、これを1ヶ月の脂肪量に換算すると、416グラムも増えてしまうということなんです。なので、このままストレスが高い状態が続いてしまうと、1年で5キロも自然と体重が増えてしまう。 しまうという計算にもなるんです実際にドイツで行われた調査でも強いストレスを感じている人は糖尿病を発症する確率が45%も高くなるということが分かっているんですそれもですね僕たちの寝起きは一番ストレスが高いということが分かっていてこれは寝ついてからストレスホルモンが上がるにつれて僕たちは目を覚ますことができるというふうに言われていますから朝は一番ストレスレベルが高い状態なんですなのでこんな時に コーヒーを飲むことによってストレスを下げるということができるということなんですがホップキンス大学が行った調査によるとコーヒーを飲む習慣がある人は血圧が高くなるということが分かっていたりとか2017年の研究では年配の女性がコーヒーを1杯飲むことに骨折のリスクが増加するということが分かっているんですではコーヒーの量をどれぐらいに収めたらいいのか 2008年ハーバード大学の調査では30年間にわたって13万人の健康データを使った統計分析ではコーヒーを1日5杯以上飲むと悪玉コレステロール値が上昇するメンタルが病んでしまう骨折のリスクが上がってしまうということがわかっていますから1日飲む量を考えた時に4杯以下にしていきましょうまたですねこのコーヒーを飲むタイミングとして朝が効果的なんですがどうしても揚げ物を食べたい時にもこのコーヒーは効果的ということで 言われているんです。実際にですねヘブライ大学の研究ではビーフカツと一緒にコーヒーを飲んだ人は脂肪の酸化レベルが30低下していいたということが分かっているんです。この脂肪の酸化というのは動脈硬化に影響する数字と言われていますから揚げ物を食べた時には食後にコーヒーを飲むことによって少しでも悪玉コレステロール値が高くなるリスクを減らせるということなんですどうだったでしょうか他にもコーヒーに混ぜるといいものやリンゴ酢に混ぜるといいものを紹介してますからぜひ 参考にしてみてください。それではまた明日バイバーイ